皆さんこんにちは。今日は全国一般東京東部労組東の部分の労働組合って書きますが、そこで果敢にかっこよく髪を立てて頑張っている須田光照さん、須田さん、そして光照は光に照らすという素晴らしい名前なんですが、労働組合っていうとなんかおっちゃんがやってるって感じかもしれませんが、そうではなく、須田さん髪を立てて、元気にやって仮面ライダーじゃなかった頑張っています。で本当に労働相談もたくさん来て、まあ、いろんなメディアでも報道されたり、非常にいい活動をしているんですね。働くっていう当たり前のところでやっています。今日は須田光照さんに取り組んでることについて、雇用について本当に自由に語ってもらおうと思います。須田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。で相談件数がバンバン増えてるんですよね。そうですね、はい、今これが、僕ら東京東部労働組合が、母体となって運営している NPO 法人労働相談センターの相談件数の推移ということなんですけれど、まあ、2009年から2010年11年と年年を追うごとにですね、労働相談の件数が増えているということで、去年1年間で7624件が全国から、電話とかメールとか、あとはまあ近い人で言うと、まあ来所して面談の相談もあるんですけれど、うん、そういう形で非常に、僕ら1988年から労働相談センターを設立しているんですけれど、うん、過去最多の、労働相談件数を年々更新していっているという状況なんですよね、うん、どんな相談多いんですか？そうですね、労働相談の内容としてはもともと賃金が1位、うん、2位が解雇っていうずっと不動の順位って言われてて、1位2位はそういう順番で来てたんですけど、うん、やはり2008年の秋のリーマンショック以降ですね、うん、解雇が1位で2位が賃金というふうに逆転して、うん、やはり雇用全体が脅かされている状況が、始まったと。でその中で現状を今、見ていると、大体解雇と賃金とあと職場のいじめですね、嫌がらせ、パワーハラスメントなんかも含めてですけれど、うん、そうした、3つが大体こう、なんていうのかな、行為に、定着しているという感じなんですよね、うん、解雇と賃金っていうのも切実ですが、うん、職場のいじめについてはこれはテレビ番組でも取り上げられてましたけれど、うん、いじめの例えば具体的な中身ってどういうものがあるんですか？そうですね、実はちょっと今日僕が抽象的に、うん、言うよりもどういう、こういじめの相談が来てるかということで、いくつかピックアップしてきたんで、はい、ちょっと読み上げていいですかね、はいはい、社長が管理職に暴力を振るう、蹴り、晴天好き、顔面に何発も、携帯電話、バインダーで殴る、死ね、会社ビル13階から飛び降りろ、やめろ、ぶっ飛ばす、ぶっ殺すと暴言、タイムカードをごまかし、休憩時間は1日15分、休日の強制出勤、残業代未払い、退社時間は毎日22時から24時。これは200名規模の IT 関係の正社員の方。でもそれっていじめっていうよりも明確な労基法違反ですよね。労基法違反だし、もう単純な傷害、刑事事件になる。暴行傷害事件ですね。あるいはですね、毎日40分の朝礼で社長の演説、自分がいかに素晴らしいか、社員がいかにダメでずるいか、そんな社員はどこに行っても採用してもらえないと延々と説教、女性社員を女中扱い、自宅の掃除、朝食の準備、社会保険一切未加入、加入を求めた社員は泥棒と罵倒され退職させられた、社長が信仰している宗教にも強制加入、これは中小企業の女性社員ですね。あるいは太っている労働者に上司がお前は太りすぎだ、社のイメージが落ちる、痩せる気がないならやめろ、給料上げてほしかったら痩せてみろと毎日罵声を浴びせられると、まあ、とにかくこういう、この社長がもしかして太ってたりしてね、まあ、どうなんでしょうねそれはよくわからないですけれど、はいはい、そのとにかくちょっと信じられないぐらい、もう法律とか人権とかそういったものが職場で、なくなってる、無法地帯になってる、治外法権の状況になってるということが、この職場のいじめ一つとってもですね、労働相談非常にこう過酷な状況が広がってる、エスカレートしてるっていうか、ひどくなってますね。そうですね、もうやり口が大体暴力的になってますし、歯止めが、効かないと。でとにかく順法精神、法律をやっぱり最低限守りましょうというようなことすら
聞いてないという感じですよね、うん、今やっぱり景気が悪く、うん、デフレ経済で、そして求人すると、まあ、人が来る、うん、そうするとあのお前の代わりなんかいくらでもいるんだみたいな、うん、そんなおごりが出てきてるんですかね、うん、そういうこともその解雇とかの、うん、減少には、影響してるとは思うんですけれど、うんうん、一番大きいのはやっぱり労使関係が、うん、いびつに非常にいびつな関係になっているということだと見ているんですよね、うん、例えば最近その労働相談で非常に目立って増えてきているのは、うん、会社を辞めたいのに会社が辞めさせてくれないという相談、労働者からの相談が増えているんですよ。はあ、で、はい、これはこれはクローズアップ現代でも取り上げられてそうですね、はい、NHK で、はい、取り上げてもらったんですけれど、はい、その会社を辞めたくないのに辞めさせられるっていうのはこれ解雇ですよね、はい、これは今まで通り解雇が多いんです。どうかどうか、そうですね、理由があるかどうか、はい、そういう相談もいっぱい来てるはいるんですけれど、うん、逆ですよね、うん、労働者の方がこの会社を辞めたい辞表を出してるのに会社が辞めさせてくれないということで、本人の意思に反してですね、無理やりそこの職場に留め置かれるというような相談が増えているんですよね、うん、でこれは結構その弁護士の方とか、うん、労働関係の学者の方とかに、うん、実はこういう相談が非常に増えてるんですよというふうに言っても、みんな、それはそんなの簡単じゃないのと、やめればいいんだというふうにみんな言うわけなんですよ、うん、だけど、まあ、やめれないんだということで相談が増えてるっていうことなんですね。それは何でかっていうと、うん、そのもうとにかくその職場で上司社長の言うことは絶対で、うん、で何もその反抗的なことは言えないと、おかしいと思ってても声を上げれないような状況にずっと置かれてるわけなんですよね、うん、で日常的にアホとかバカとかそういうパワーハラスメント暴言を受けて、ひどい場合だとさっき紹介したような暴力行為みたいなことにまで、及んでて、精神的に非常に支配されていると。だから最終的なもう最後の権利と言っていいと思うんですけど、労働者が、退職届を叩きつけるという、そういう権利行使すら、躊躇せざるを得ない、あるいはそうしたことを許されないような職場の労使関係が続いているということの反映だと思っているんですよね、うん、だから私もその話を以前聞いた時びっくりして、うん、例えば会社側は辞めろっていう時は解雇予告手当、あるいは30日前に家とかあるじゃないですか、はい、でも辞める場合は一応民法上何日前に家とはあるが、辞める辞めないっていうのは、うん、基本的に労働者の自由というふうに思うじゃないですか、うん、はい、それが辞められないって聞いた時はびっくりして、うん、つまり会社側は辞めてほしい人間はバンバンお前辞めろって言うし、うん、この人間が辞めてほしくなければ辞めさせない、ね、例えばお前が辞めたら、お前って言ってあれですが、例えばあなたが辞めたら、はい、例えば会社に対して損害を与えたとして損害賠償請求してやるぞとか、うん、もし言われたら、うん、知らない人はと思って辞められないとかね、うん、でもなんかちょっと今ふっと思ったけれど、うん、なんか暴力団から逃れられないみたいな、いや、なんか変じゃないですか。もう本当にその強制労働今の日本でもそれに等しいようなことがいっぱいあちこちの職場で起きてるということなんですよ。まあ具体的には例えば、うん、その辞めるんだったら、まあ些細な仕事上のミスを見つけて損害賠償請求するぞと。でもね、そんな損害賠償請求って実際はできないんですよ。そう、できるわけないんですよ。脅しなんですよね、はい、だけどそこをまあこう信じてしまうっていう労働者の部分もあるし、あるいはもうその最低限の権利行使がなかなか声を上げにくい、そういう精神状況に置かれていると。つまり上下関係になってるっていうことでしょうか。もう本当に極端な言い方に聞こえるかもしれませんけれど、経営者の独裁と労働者の奴隷化っていうようなものが、うん、でそれは少数の職場じゃなくて、僕らの労働相談を受けている実感としては非常に多くの職場で、まあ、ブラック企業って今ねよく言われてますけれど、そういうのが広がっていってると。だからそういう企業では辞める権利ももちろんないんだけど、会社がいらなくなればあっという間に、切り捨てられる、つまり解雇されると、それは表裏一体なんですよね。結局はそれってブラック企業が多いんですか、とも限らないでしょ。ブラック企業が多いんですかっていうか、僕らとしては、うん、よくあれなんですよ、労働相談でも、うん、
そのブラック企業に入らないためにはどうしたらいいでしょうかっていう学生の人から相談を受けたりするケースもあるんですけれど、でどう答えてるかっていうと、その例えばインターネットでね、はい、その企業名入れてみると、例えば過労死が出ているとか、うん、残業代未払いがあるとか、うん、そういうの新聞に載ってると、まあそれ引っかかる場合ありますよね、うん、だけどそんなのは本当に大氷山の一角じゃないですか。分からないですよね。分からないんですよ、うん、本質的には。ほんで僕はどこの企業でもブラックになり得るし、うんうん、やっぱりそこは労使関係、雇い雇われっていう関係が、うん、それはどこの企業でもあるわけですよね、うん、でそこで労働者の声が弱くなれば、労働者の力が弱くなれば、うん、やっぱり経営者の利害が、まあ、貫徹されるということで、全く労働者の権利とか、生活が、ないがしろにされるというような意味で、ブラック企業にはどこの企業行ってもなりうる。むしろそこの職場に入ってどういう自分たちの権利を、うん、打ち立てるのかと、うん、守っていけるのかというようなことを考えていかなくちゃいけないんだろうなというふうに思うんですよね、うん、これ例が悪いかもしれないけど、昔の夫婦関係で、はあ、昔って変だけど、うん、お前みたいなとはいつでも離婚してやるとこ行って、うん、なんかいつだってお前なんかとは離婚してやれるぞと夫が妻に言いながら、うん、いざ DV 夫から妻が離婚しようとすると、うん、自分の所有物が逃げるみたいな感じで、うん、今度は絶対離婚しないとかね、うん、だから離婚を前なんかいつだって離婚してやるぞって言いながら、いざ離婚してくださいって言うと、うん、絶対離婚してやんないみたいな、いや、私するのとちょっと違う、全然違いますが、いやけどやっぱりそうですね、上下関係と権力を行使するというか、それと精神的に支配従属させられるっていう、あと自分の所有物みたいに思ってるっていうところもちょっと似てますね。そうですよね、本当にいらない時になればあっという間に切られる、うん、でまあそういう労働者っていうのは社長からしてみたら、何時間長時間労働させても残業代を1円も払わないでいいとか、有給休暇も与えなくてもいいとか、そりゃそうですね、労働者が辞めることすらできない労働者が残業代請求したり有給休暇を取りたいと言えるわけがないんですよね、うん、だからどれぐらい、どんだけその労働基準法に労働者保護の条文があっても、職場では全然その法律で書いてあることと現場で行使することっていうのは、うん、ちょっとやっぱり別問題、ギャップ、ね、乖離があるということですよね。あと、まあ、労働相談や、そういろんなことやってて思うことをちょっと何でも話してて、そうですね、その、まあ、やっぱり労働相談がそんなにこう、うん、多いということを僕らはどう見てるかっていうことだと思うんですけれど、うん、やっぱりこんだけ年々労働相談の件数が増えてると、これは僕らの NPO 法人労働相談センターだけではなくて、うん、全国の労働局が、うん、受けている個別紛争、労使紛争の相談なんかも、うん、昨年度は26万件という過去最多の件数が寄せられているということで、うん、あちこちで、こう労働相談が増えていっているという状況は行政含めて起きているんですね、うん、これはやっぱり労働者を取り巻く環境が非常に劣悪化していると、うん、で労働者の不幸が増えていると、増大しているということは、これ間違いなく言えることなんですよね、うん、だけどその一方でもう一つ重要な視点というのは、やっぱりその労働者がそのまま泣き寝入りしたくないと、うん、やっぱりなんとか抵抗する術はないだろうかと戦って、うん、まあその戦うっていうところまでね、必ずしも行ってない相談も多いんですけれど、なんかやっぱおかしいんじゃないかということで、うん、どうしたらいいんだろうかっていうことで相談に来てるっていうことなので、やっぱりその労働相談というのが、その人、その労働者自身が立ち上がる、声を上げる、うん、やっぱりそういうきっかけ、契機になるというふうに捉えて、私たちとしてはやっぱりいろいろその労働基準監督署とか裁判とか、うん、いろんな方法は確かにあるんですけれど、どうすればさっき言ったような労使関係、いびつな労使関係を対等な労使関係、うんとして持っていけるかっていうことで言うと、労働組合に入る、労働組合を作るというようなことで、うん、対処していきましょうという呼びかけをやっているんですよね、うん、でも確かに私は労働組合は組織率が低くなっていることとても重要で、うん、私昔々っていうか弁護士の時に、うん、今は弁護士なんですが、うん、
刑務官の方の過労死の事件を人事相手にやったんですね、うん、でご存知消防士さんや刑務官って組合がないですよね、うん、そうすると私が思ったのは非常に過重労働になったり、うん、常務下腹だったり、うん、理不尽なことを言われても、うん、家に帰って愚痴こぼせないし、うん、守秘義務というか、まあ、なかなか言えない、うん、刑務官というか刑務所で働く国家公務員ですが、そうすると組合があればあのちょっと変だよねとか、うん、どうしてるとか、うん、いやこういう場合にどう対処したらいいだろうかとか、うん、例えばこういうケースの場合はどうしたらいいかなとか、うん、相談したりいろいろ話せるじゃないですか、うん、あるいは他の組合と話すことで、はい、自分の職場やいろんなことを相対化できるっていうこともあるでしょう、うん、だから私は変なこと言うとその自分が思ってることを、ね、これちょっとどうかなっていうようなことも話せる、うん、で話せれば問題は半分解決したようなところもあるじゃないですか、うん、だからあのどうかなとかこういう場合どうしたらいいかなとか、うん、学校の先生もそうだけどこういう場合こうしたらいいわよとか言われるだけでも全然違うので、うん、違いますね、そういう意味ではやっぱり組合とかそういうのってなんかやはり心の支えになると思うんですよね。そうですね、一人ぼっちだと大変ですよ、うんうん、でやっぱり僕ら労働相談に来る人に、うん、大体言うことっていうのは、うん、その労働組合がない職場では労働者というのは2つの道しかないんですよと、うん、1つはやっぱり生活の糧を得るためにどんな理不尽な目にあっても我慢して働くっていうのが1つですよね。でもう1つは退職してもうやこんなところでやってられるかということで辞めるっていう2つの選択肢、うん、まあさっき言ったように辞めるっていう選択肢すらなくなってきている職場もあるんですけれど、うん、我慢するか辞めるかの二者択一になってしまっていると、うん、やっぱり僕らは労働組合を作ることによって第三の選択肢があるんですよと、やっぱりおかしいことにはおかしいと、間違ってることは間違ってるということを職場で声を上げながら、そのことで自分たちの労働条件とか職場環境をちょっとずつ良くしていく仲間と一緒にですよ、で辞めずにそこで働き続けるというような選択肢があるんですよという呼びかけを繰り返し繰り返しやってるという感じなんですよね、うんうん、なるほど。でもあれですね、その困ってるっていうと変ですね、労働相談とか受けながら、うん、大変というかすり減っちゃうとか大変だなと思うことはないですか？そうですね、やっぱり先ほど言われてたように相談来る人はまずその職場でもほとんどのところで労働組合が今組織率 18.5% ですから、うん、ほとんどの職場で組合がない状況ですよね、うん、であともう一つは、まあ、残念ながらというか職場に労働組合はあるんだけれど、そこの労働組合が、いわゆる雇用組合ですよね、うん、経営者と癒着して労働者の切実な要求や行動を取らない労働組合というのが非常に多くなってますんで、結局職場で誰にも相談できないと、うん、で、まあ、家族なんかにもなかなか相談できずに、で自分の中でどん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 こう精神的に追い詰められて、うん、まあ、はっきりした統計は出ないですけれど、うん、非常に精神面で、うん、精神疾患みたいな形になっているような人も、うん、多く相談に来ているんで、なかなかじゃあすぐに、声上げましょう、立ち上がりましょうと言ってもですね、うん、すぐに直結する、うん、人ばかりではないんで、うん、やっぱりそこは丁寧にこう話を聞いて、その人が今どういう状況に置かれているのか、ただやっぱり一つでも二つでもやっぱり自分が、その人自身が声を上げる、僕らが代わりに何かをやるんではなくて、うん、その人自身がやっぱり主体となってね、うん、動けるようなことを相談を通してやっていくというふうには言ってるんですけど、なかなかうまくいかないこともあってですね、うん、難しいなっていう感じですね、うん、でもさっきのパワハラの現状を聞くと、あのメンタルヘルスとか持病の人が増えるっていうのも分かりますよね、うん、そうですね、うん、そうです、うんうん、で、あの須田さん自身は、その労働相談をやったり、あとどんな活動をされてるかちょっと話してください。そうですね、まあ、僕の日常活動っていうのはさっき言ったようなその労働相談を受けるっていうことですね、うん、で一番のその労働組合としての任務、僕ら全国一般東京東部労組としては、うん、あの労働組合がない職場に労働組合をどんどん作っていくっていうのが一番大きな任務
になると思うんですね、うん、でできたらできたで団体交渉をやって、でそこで職場闘争ですよね、うん、こう自分たちのまずは法律が守られてない職場がほとんどですから、うん、まず法律守れと、残業代払えと、有給休暇取れるようにしろと、うん、社会保険入れさせろというようなことを団体交渉を通じてやっていくと。でなかなかそこで、まあ、話し合いで解決する場合も多いんですけれど、うん、中にはね、一向に、労働者労働組合の声に耳を傾けない、うん、経営者、法律を守らない経営者もいますんで、うん、そういう会社に対しては、憲法の28条の団体行動権に基づいてストライキをやったりとかですね、うん、会社の前で抗議行動をやったり、そういうことをやると。で同時に、それこそ福島さんなんかと一緒になって労働法制の強化であったり、そうした法律制度、そうしたことを要求するための運動も同時に取り組むという感じですよね。須田さん自身は、うん、この、まあ、これ難しい質問かもしれないけれど、そういう働く人たちの状況、権利っていうことに、うん、だから今は、全国一般東京東部労組の、まあ、専従なんですか、はい、専従って誰ですが、専従って何の略だろう、専属従事なのかな、専門従事、まあいいや、うん、専従というね、うん、でそこに入ってこういうことをやろうと思ったのは何かきっかけ、思いとかあるんですか。難しいかごめんね、うん、いやいや、まあ、学生時代に、うん、鎌ヶ崎ってありますよね、大阪の、うん、ああいう日雇い労働者の街、はい、あるいは、まあ、路上生活者の街っていう感じになってるんですけど、うん、そこに、まあ、大学時代にこうちょこっとね、関わって、うん、でもともとだから労働問題なんかには関心があったんですよね、うん、でそれでまあ新聞記者、新聞社に入って、うん、で記者をやってたんですけど、なかなか、ね、まあ、思うような、うん、活動というかですね、そういうのができなくて、でまあこうもともと東部労組にすぐに入ったっていうんじゃなくて、うん、そのさっき言った労働相談センターのボランティア、うん、労働相談ボランティアっていうんですけれど、でもたくさんあれホームページ見たら、はい、ものすごいたくさん来てますよね。そうですね、今登録してる人は301人っていうことで、うん、学生の方、うん、まあ将来弁護士をやりたいとかいうことで、うん、学生の人であったり、あるいは社会保険労務士、うん、これなんかはもうよく会社の相手方で大体出てくるんですけれど、うん、僕らは。だけど実は労働者のために、何か貢献したいと思っている社会保険労務士の人なんかも結構いて、うん、そういう人が、登録してメール相談回答してくれたり、うん、電話で対応してくれたりとか、うん、あとはまあ組合の OB とかね、うん、いろんな多種多様な人が、来て、だからまあさっき言ったような一労働組合がその7000件、年間でそういう労働相談に対応できるような体制になっていると。でそこの僕は出身というかね、うん、僕もボランティアから始めたという感じなんですよね、うん、なるほどね。でもその相談で助かる人たちも本当にたくさんいるでしょうからね、うん、メールでも相談乗れるっていうのはあれですよね。でも顔本当は見て会いたいとか思う時もありますよ ね、 やっぱり一番いいのは直接面接して話す、うん、最低でもやっぱり電話がねあるとやっぱりいろいろ聞けますから、メールだとね、うん、なかなか一方的な感じですよね。でもそれでもいろいろメールを出して相談することでまず一歩救われるって人が、そうですね、こういう法的にはこうなってるんですよっていうことを言ってもらえるだけで、うん、随分こう気持ちは楽になるというか、みんなやっぱり最近の風潮として、まあもうずっとあれですね、どこの職場でもお前が悪いんだ、あんたが悪いんだということばっかりずっと言われてきてるわけですよ。で、それは職場だけじゃなくて、もしかしたら学校とかずっとそういう教育をみんな受けてきて、だから自分が派遣だから悪いんだと、あるいは自分が女性だから悪いんだと、自分は学歴がないからしょうがないんだと、こういうふうに、なかなか賃金も上がらないとか生活できないということも全部自己責任というふうに、思い込まされてる、思い込んでる部分があるんで、いや実はそうじゃなくて、法的にはこうなってるし、で社会的に見てもおかしいのは、あなたじゃなくて会社の方ですよということをやっぱりまず言うということですよね。であとはさっき言ったように労働組合で自分自身が立ち上がるということで声を上げると、やっぱりその僕らは
どこの職場でも労働組合を作った時に労働組合結成通知と要求書を持って会社に、まあ、乗り込むわけなんですけれど、やっぱりその時の前の夜なんかはみんな眠れないって言いますよね、緊張と不安とこれからどうなるんだろうっていう恐怖感で、それは僕らも、ね、僕らの担当も含めて眠れないわけなんですけれど、やっぱりそのずっとこう理不尽なことでも我慢してた労働者が社長を前にして声を上げる瞬間というのは本当に大げさな言い方じゃなくて奴隷から人間になる瞬間だと僕は思っているんですよね。なのでそのなかなか今自分がこうおかしいんじゃないか、職場で、こういうのはおかしいんじゃないか、不当な目に遭ってるんじゃないかっていうふうに思っている人は、まず僕らの労働組合でもいいし、他の労働組合でもユニオンでもいいんで、そういうところにやっぱりまず相談してみると、でその中で、自分の権利をきちんと知って、で自分自身が声を上げる、奴隷から人間になるというようなことを、やっていってもらえればという感じなんですよね。雇用はどんどん壊れていったり、労働法制の問題もたくさんあって、増田さんとはその労働法制どうするか、まあ、派遣法の改正であり、今度は有期契約であり、またパートの問題であり、基準法の、まあ、ずっと続くわけですが、そういうことを一緒にやってるんですが、労働相談で頑張ってると。ですからぜひこのインターネットを見ている人たちも、やっぱり働くっていうことで悩んでる人もいるだろうし、苦しんでる人もいるだろうし、まあ、ぜひこういう雇用で頑張ってる若手がいて、労働相談なども受け付けていると、まあ、東京都もあっていろんなところでも労働相談あるけれど、でもそのボランティアで組織された労働相談センターにも、こういう心強い味方もいるよっていうこともぜひ知ってもらいたいと思っています。増田さんは熱く雇用に取り組む若いというか元気な人で、これからもまた頑張ってください、はい、ありがとうございます。